はい、加賀光正です。今回はアポヤンドを仕切るという話です。以前にアルアイレとアポヤンドの話をしたことがあると思います。で、アルアイレっていうのは、こういうつまびくような弾き方です。まあ、こういう感じですね。まあ、和音に適した弾き方になってきます。で、アポヤンドというのは、弾いた、例えば1弦弾くと次の弦に、指が来るというのがアポヤンドの奏法の違いです。まあ、これ、大きな動きの違いとして説明されがちですが、実際音質が全然違うので、どちらの音質がその時欲しいかというのを判断する必要があります。で、アポヤンド仕切るっていう今回のテーマ、腕で弾くという話をしましたよね。で、腕で弾くと自動的にアポヤンド仕切った音に、一番アポヤンドらしい音になります。で、腕を使わないとアポヤンド具合っていうのは結構緩和されてきます。で、指先だけになってくるとこういう形、アルアイレになります。だんだんアルアイレからアポヤンドの音に変えていきますね。アルアイレで、ちょっとずつアポヤンドになってきました。奏法としてはもうアポヤンドです。で、腕を使うで戻していきます。今腕使ってます。で、腕を使わなくして、これもアルアイレです。音の雰囲気変わるの分かりますか？まあ、実際はフレーズで、例えばアルアイレ的に弾くと、アポヤンドとしていくと、で、アルアイレに戻します。もう一回アポヤンドでいきます。で、結局は好み、あとはその時に必要な音のイメージがどっちに寄ってるかということなんですが、大きく分けてこのアルアイレっぽいのとアポヤンドっぽいのを使い分けるだけで、だいぶベーシストとしては、表現の幅が広がってきます。ソロ的なものは結構どっちも好みだけでいいと思うんですが、バッキングになると合う合わないっていうのがドラマーとの兼ね合いとか、その時のアンサンブルメンバーによって綺麗に分かれてくるので、それを両方練習しておくと、あ、今こっちの方が合うな、今こっちの方が、適切だなっていうのを判断できるようになると思います。というわけで、まあ、無意識に中間、アルアイレとアポヤンドの中間のようなものを使っている人が多いので、この機会にアポヤンドを仕切るっていうのを試してみて、音質の違い、自分にとってこれがいいかどうか、好みかどうかっていうのも判断してみてください。加賀光正でした。それではまた。